ローゼンカバリー、ローゼンカバリー、こう、1993年6月1日から2010年は、日本の競争は、中央競馬の GII 競争を4勝をした。馬名の由来は、リヒャルト・シュトラウスのオペラ、バラの騎士であるが、バラ一族ではなく、ファンシミン系に属する。バレエは、旧表期にて記載する。ローゼンカバリーは、父が、サンデー・サイレンス、母が、 重賞5賞のダイナフェアリー、兄が、青馬賞優勝馬のサマーサスピションという両決で、デビュー時から期待されていた。デビュー戦は1月の東京の新馬戦、竹豊とのコンビで勝利を収めた。続く、椿賞、500万下は2着に敗れたが、次の推薦賞、500万下で1着になった。この推薦賞から4歳の終わりまで、柴田義富が起場している。 二勝目を挙げたローゼンカバリーは、ダービー出走をかけて、青馬賞に出走したが四着に敗れて、ダービーの出走権を逃した。さらに日本ダービー当日に行われた小幕賞、9九百万、下に出走したが、五着に敗れた。それでも、尺投げステークス、九百万下で一着になり、休養に入った。秋は、セントライト記念から始動、見事に、 重症初勝利を飾った。しかし、5番人気に押された、吉化賞では逃げ先方に打って出たが4コーナーで、失速し11着と大敗を喫した。そして、小バとの初対戦となった、鳴尾記念では4着に敗れ、この年を終えている。年が明けて5歳になり、横山の弘とコンビを組むことになったローゼンカバリーは、初戦のアメリカジョッキークラブカップで快勝。 重賞2勝目を挙げた。続く、中山記念は3着に終わったが、天皇賞、春の前哨戦、日経賞に一番人気で勝ち、天皇賞、春に挑むことになった。しかし、横山が桜ローレルに乗るため、藤田真次に乗り換わった本番の天皇賞、春では、約8馬審査の5着に終わった。続く目黒記念では横山に安状が戻ったが5着。 宝塚記念でも5着に終わった。秋は天皇賞、秋から復帰し、秋の GI3 連戦に挑んだが、天皇賞、秋は11着、ジャパンカップは9着、有馬記念は4着と勝てなかった。6歳になった、ローゼンカバディだったが、アメリカジョッキークラブカップ3着、中山記念2着、日経賞3着と得意の中山コースでも勝ちきれなかった。 しかも、連覇のかかった日経賞では一番人気に押されながら敗れ、天神将軍による重傷最高配当、当時の一端を担う羽目にあっていた。それでも、続く天皇賞、春で三着に入り、復活の呪しを上げたかに見えた。しかし、宝塚記念で七着に敗れると、オールカマー四着、京都大将天皇着、天皇賞、秋十着と制裁を変えたまま、 この年を終えている。七歳になり菊沢隆則とコンビを組むことになった、ローゼンカバリーは得意の中山コースのオープン特別、エイプリルステークスから復帰したが三着に敗れた。それでも、天皇賞、春六着を経て出走したメグロ記念で、ローゼンカバリーは、解消、二年三ヶ月ぶりに重賞を制覇した。だが、この勝利がローゼンカバリーにとって、最後の勝利になった。 メグロ記念後、ローゼンカバリーは、宝塚記念こそ4着と検討したが、秋になると、京都大象点10着、アルゼンチン京和国売8着といいところなく敗れた。そして、暮れの香港バーズでも7着に敗れたローゼンカバリーは、このレースを最後に引退、守護売りした。引退後、ローゼンカバリーは、日本で種ボバになったが、3区の成績が上がらず、 種付け数が伸びなかった。そのため、2003年12月に、フランスへ渡り、現地で、種ボバとして供養されていたが、2010年に、放牧中の事故により、予後不良となり、安楽死の処置が取られている。サンクは2004年にデビューをしているが、現時点で目立った実績を上げているサンクはいない。ローゼンカバリーは、競争馬時代、非常に大きく深いブリンカーを装着し、 しかも面構を含めた色が、バシュナや白大レースホースの勝負服の色である黄色と黒のストライプだったため、お化けブリンカー、カメレオンの愛称で呼ばれることもあった。また、この時期は、七サンデーサイレンス、ボフノーザンテイストの決闘馬は GI で勝てないという、ジンクスが広がってを、その代表格に挙げられることもあった。四歳児の主戦機種だった柴田義富によると、 ブリンカー未着用時の本馬はレース中一頭になると寂しがって泣き、後から本馬を抜く馬がいると嬉しがって耳をパタパタさせて追いかけてしまった、という。そのため、小幕諸将で5着に敗れた直後に、柴田は調教師の鈴木康弘に、ブリンカーをつけた方がいいかもしれないと提言している。また、同じ要因でレース中に集中力を欠くことが多かったとも述べている。ちなみに、 当然カバリーは中山競馬場で行われるレースには強く7勝の内5勝を中山競馬場で上げている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。